東京ドームでのイーグルスとファイターズの9回戦、イーグルス先発は11連勝中の田中。その立ち上がり、まず陽を空振りの三振に取ります。振り逃げにはなりませんでした。続く大引きも三振、そしてアブレイユに対してはちょっと苦戦しましたがショートゴロ、1回三者凡退、まず上々の滑り出しでした。一方のファイターズ先発は武田勝、ツーアウトランナーなしから銀次ヒット、そしてジョーンズフォアボール、二塁一塁となってマギーがこのタイムリーヒット、ツーベースヒットで1点を先制、1回早くも田中を援護します。2回の裏はツーアウトランナーなしから島内、しっかり振り抜いて捉えた打球は右中間スタンド、第5号のソロホームランでイーグルスが2対0とリードを広げます。3回は田中将大がランナーを三塁に置くピッチングになりました。迎えたバッターは楊大寛、ここはショートゴロに取って得点を許しません。ピンチで強い今年の田中の真骨頂、その田中をさらに援護。3回の裏はランナー一塁でジョーンズが盗塁を決めます。ツーアウトランナー二塁としてマギーは3-2からレフトスタンド看板直撃、賞金とそしてビール1年分というおまけ付きの超特大ホームラン、マギーの17号ツーランで4対0とします。序盤3回までに田中に4点の援護点が入りました。この援護点をもらった田中、6回のピッチング、1番陽見逃しの三振、2番の大引きセンターフライ、3番のアブレイはこれもセンターフライ、快調なピッチングを続けていきます。ファイターズの見せ場はこの6回の裏、ワンアウト一塁、ファーストランナー島内がここでサードアウトになります。大谷のサードへの見事な送球。8回の表、田中のピッチングはワンアウト一塁で両大間を狙い通りセカンドゴロ、併殺に打ち取ります。8回まで無失点、そして田中は今シーズン2度目の完封をかけて9回もマウンドへ。あっさりツーアウトを取って最後のバッターは中田、これも初球打ちでした、ショートゴロ。これで田中は開幕から負けなし12連勝、そして無失点を40イニングまで伸ばしました。今日は5対0でイーグルスがファイターズを破っています。首位をがっちりとキープしたイーグルスでした。